3月13日マーメイドのサードライブストッピング開催。マーメイド結成からもうすぐ3年、彼女たちの集大成をここで披露します。さあ、いよいよ始まります。シャドーバースがついにトレーディングカードゲームに、あまたのカードを使って勝利をつかめ、シャドーバースエボルブ発売。わーマーメイドなんか始まった始まったあれついにもう収録始まってるのこれ、なんかタイトルみたいな、ねマーメイドってどんなユニットですか。あ、知らない方もね。そうですね。じゃあ私が代表してお願いします。もうね、開放的な音楽とステージ衣装が、はい、
はい、オーディエンスの心をわしづかみにする大学生のユニットでございます。はい、このセクシーな衣装をね見てくださいよ。はい、すごい説明が始まった。なんかまた来た。はい、何何何何へえ、何怖いよ見て、へえだって。なんでそんな感じ。いやどういうこと。なんで言わせといてさ。どういうの、ね、そういう感じですか。また来たまた来た、見たくないな。すごいね。マーメイドの魅力は何ですか。なんだと思う、メイちゃん。やっぱりみんなで盛り上がれる楽曲じゃない。あーそうね、アゲアゲだよね。決まりはやっぱアゲの楽曲じゃないかな。同じこと言うの。同じそれ以外もあるでしょ。それ以外、それ以外。かわいいメンバー。あー、はいはいはい。じゃあ、iPhone も行きましょう。そうだね、やっぱりこの、なんだろう、セクシーな衣装と、セクシーな振る舞い。あ、そうね。特に、あと、あと、iPhone の腹筋ね。あ、そう、やー、寄らないで、ちょっと。そこはちょっと、あげ、見せないでって見せといて。わーい。この縦筋がね、すごい恥ずかしい。ナイス腹筋。いや、この衣装はね、年末からの、ね、新衣装なんだよね。そうだね、12月だね。そう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 。マーメイド第2章の第2章はい、はい、2章でどうですか、ひまりは新衣装になって。超かわいい。凝ってるもんね、すごい。そうね。え、お気に入りポイントじゃあ1人ずつ言ってこうよ。じゃあこのサスペン、サスペンダーっていうの、サスペンダーみたいなやつ、なんだろう、ずっと衣装っぽい衣装着てみたいって言って、こういうのとかこういうのとか、わかる。わがままが全部生かされてて、本当にありがとうございますって感じの衣装ですね。かわいい。じゃあ、iPhone？ 私、やっぱみんなそうなんだけど、こう左右非対称、あの、アシメトリーな感じの衣装がめっちゃ好きで、なんかそれぞれ全部特徴がね、違くて、もう嬉しいです。このひらひらが私的には、なんか踊ってる時に綺麗って言ってもらえるので、絶対すごい。映えてる。映えてます。好きです。どうですか？はい、私はやはり、あー、おー、好きなー。何その、あら、ちょっと待って、ちょっと。誰が切ったのそれ。誰？誰が切ったの？多分偉い人が。偉い人が切ったのかなって思うけど、私は初めて見てびっくりしました。後ろのさ、メイのこの、マーメイドのこれ、かわいい。これかわいい。後ろ向いてもね、360度くらい。素敵な感じでしょ。私はね、この足のこれ、すごいよね。すごい。超かわいい。しかも、私はね、ここにマーメイドって入ってるんですよ。かわいい。で、私もこう、そうだよ、切られちゃって。これがね、すごいよね、これ。かわいい。いや、こことかさ、すごいよね。鏡見ちゃうもん。なんか、自分の姿見ると大丈夫かな、気になっちゃう衣装でもあるんですよ。ちゃんとみんな直視してください。直視してください。あれ、またカード来た。ミラジマさんが演じる瀬戸梨花ってどんなキャラ。はい、私が演じる瀬戸梨花ちゃんは、人生は楽しむためにあるがモットーで、何事にもポジティブに大学生活を送っている友人たちと歌って踊れるパーティーが大好きなんですよ。メイシャ演じる親友のマリカや、たまたま知り合ったサオリ、ダリアを巻き込んで DJ 活動を開始する、運と愛嬌で全てを乗り越える天部の才人ということです。すごい人だよね。すごい人ですね。めっちゃいい子ね。いい子。お、また来ました。うん、岡田さんが演じる水島まりかってどんなキャラ？うん、おお、そうですね。まりかちゃんはもうおっとりとした癒し系キャラクターなんですが、うん、もうね、あの、大学の傍らはモデルとしても、うん、もう活動していて、だから大学モデル DJ 活動って三足のわらじで頑張ってる、結構しっかりしてる子なのかなと思いきや、家ではダラーンでしょ。ちょっとお片付けが苦手だったりとか、うん、でギャップがね結構ある子かなと思います。はい、素敵な子。はい、そして、お、続いて葉月さんが演じる日高沙織ってどんなキャラ。どんなキャラ。はい、沙織ちゃんはですね、高校時代から DJ 始めてて、
まあ、それなりに実力はあるんですけど、もともとネガティブ思考な子だから私なんてっていう感じで、あまり活動は控えめだったんですけど、リカに強引に誘われてマーメイドにね参加して、今では自分の成長と夢のために頑張るぞってなってる、そんな女の子です。素敵な女の子、可愛いのよ。そして続いて、ネギシさんが演じる松山ダリアってどんなキャラ？はい、ダリアちゃんはですね、ちょっといろんなダンスのジャンル、あのバレエ、日本舞踊、コンテンポラリーなどジャンルにとらわれないダンサーを志しておりましてね、もう本当にストイックで日々あの頑張ってる努力家さんなんですけど、まあ、クラブハウスでねリカと知り合って、まあ、そのお気楽さに自分に足りてないものを感じて仲間入りするんですよ。しかもなんか武道の有段者でめちゃくちゃこう強いんだけど、実はお化けが苦手っていう可愛いとか、可愛いとか、ジャンルが好き、そんなねキャラクターになっております。はい、また来ました。うん、何だろう、マーメイドの過去のライブを振り返りましょう。おお、始まった。あー、アークライブ、あー、懐かしいね。衣装が幕張メッセだし、緊張したよね。緊張した。そうだよ、頭真っ白だった。人が多いね。なんかさ、受け入れてもらえるのかなという気持ちもあったじゃん。ね、本当に。でもさ、お客さんの中にはさ、もともと私たちのことを知ってたよみたいなさ、人とかもいたからさ、嬉しかったよね。なんか、なんだろう、ちゃんと初々しくない、今見ると初々しいね。おお、あれ、あ、あ、あ、こなれてる。第一章の衣装着てね。やばいね、楽しかった。やっぱファーストの時はさ、まだ自分のキャラクターとかもさ、なんかまだあんまり分かってない時だったから、すごいもうこれはもうみんなキャラになりきったよね。ねえ、だってさ、今年もさ、またさ、あの富士急のここでコニファーフォレストでライブあるもんね。すごい楽しみね。おお。ラブソーユファーストライブだ。あー、おー、発売は、あらー、まーいよー、いやいや、サポートがさ、シンガポール全観光局ってさ、ネタだと思ったら本当だったからさ、びっくりしちゃった。嬉しかったね。嬉しかった。いや、感じるんで、1年前か。あ、いや、そうだねなぜこの番組が始まったか分かりますか？ん？多分スタッフさんがみんなマーメイド好きなのかなって。やっぱり需要があるから、需要があるから。今年マーメイド勝負でよかったんだけどね。そう、それがプロデューサーがうちらにガチ恋とか。そうなの？ありえるかもしれない。お、あ、なんだ、え、違いますだって。なんで？え、なんか冷たくない？うざいよね。さっきからずっと冷たいよね。そんなそう。違います。は？何これ？もう受け取らなくていい？受け取らなくていいかな？拒否してみる。あ、すいません、ごめんなさい。ダメ。すごいな。なんだよ。何？ではこちらをご覧ください。3月8日、マーメイドが行っていたのは、サードライブに向けてのゲネプロ。そのゲネプロの後、楽屋にお邪魔しました。平島さん、よろしいですか？今ちょっとお話伺っても。あの、お聞きしたいのは、マーメイドってパリピですか？パリピです。ちょっと確認してもよろしいですか？あ、もちろん、どうぞどうぞ。マーメイド、パリピドチェックをします。はい。今から指令を出しますので、その指令でメンバーがパリピかどうかを確かめていきたいと思います。わかりました。会話の中にですね、コールを入れて、それでみんなが一緒にコールをしてくれるのか。楽勝です、それは。任せてください。
すごいね、今日は本当疲れたけど、でもなんかひまりもすごいさ、いっぱい喋ってたじゃん。そうなの、今回大変だね。なんか感情の動きをさ、表現しなきゃいけなくて、どんどん、あれ違うな、これは違うなっていう風にしていかなきゃいけないのを、ひまり、いい波乗ってんねなっちゃん、どうしてるの、ひまり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 、乗るの、乗るの、ひまりちゃんとこう、そうなの。ね、iPhone だってめちゃくちゃいい波乗ってたじゃん。乗ってたよね。バリバリって感じだったよね。バリバリ、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 バリバリ。どうしたお姉ちゃん。え、だってみんな、え、いやいやいや、平島さん、これはどうなんでしょうね。みんなカメラの前で緊張してます。本当ですか。ちょっとイマイチな感じが。ちょっとメイちゃんがまだちょっと意外と乗ってこないですね。ではスマホの着信音でマーメイドの曲が流れたら、平島さんはもちろん踊り、まっ全力で踊り、まっですよね。他のメンバーも踊ってくれますかね。踊ってくれると信じてます。テンション上がったわ。ありがとう。 そう、それならよかったね。ほんと、うん、よかったよかった。みんなも上がってるでしょ、テンション。もちろん、うん、そうだよ、いい感じ。そうだよね。ありがとうございます。見てられないかもしれない。はい、はい、でいいですかね。踊っていいのかな。生活っぽい。ちょっとみんなテンションが足りないですよ。パリピなはずなんですけどね。何がしたいんだろう。ゆかりさん、どこがゴールなんだろう。疑問を持っちゃダメなんですよ、パリピは。ダメなんです。どうしたらいいのかな。いやでも、うん、このまあ V 見てもさ、うん、いえまあまあどうだった。頑張っててこうじゃない。うん、頑張ったよ、ね、頑張ったよ、ね、頑張ってた。あれみんな頑張ってこうだったもん。なっちゃんよく分かんなかったもんね、うん、そうね。だいつもそうだって。いやこれはね、みんなにも曲が流れたらいつでも踊ってほしいの。あー、そういう流れ。そういう流れ。なるほどね、うん、分かんなかったわ。パリピになってほしいのよ。パリピって曲流れたらいつでも踊るの。マーメイドにライブパフォーマンスに磨きをかけてもらいます。おおおお、うん、ということで、はい、今回はね、私たちマーメイドを鍛えるための番組だそうで。え、トレーニングってこと。トレーニングです。まあね、パリピ度をもっともっとアップさせたいということです。パリピ度アップしたらライブのパフォーマンス上がるのかな。肉体じゃなくて内なるものを。パリピ度もから、ね、いや表面パリピを猫かぶっててもしょうがないのよ。なるほどね、確かに内面からパリピじゃないと。こ
目指すは5月に行われる D4DJ D4 フェスライブオールイン、うん、いや全然すでに目指してるし頑張るよね、うんうん、目指すからね、うん、頑張っていこうって言ってますけど、もちろん頑張りますよ、うん、私たち、うん、さらに、マーメイドのプロデューサー宮古田さんからカードを預かっています。自分も預かってきたの、実はこのカード。え？この間、そう、この間ね、はい、たまたま、水木奈々と、うん、レイチェルの、はいはい、まあ、ここからまだ言えない、リンクサイズさん、なんかいろいろ言えない、うん、レコーディングに行ったわけよ。おー、で、レコーディングに行ったら、うん、そこに本当に偶然、斉藤 P がいた。はいはい、斎藤 P も言えないようなレコーディングやってて、ダーミアバさんとかそこまでは言っていいってこと、言っていいんだよね、斎藤 P って分かる、はい、有様の斎藤 P、はい、もちろんがあってって話したら、ちょっと預かって、はい、マメドさんに渡してもらっていいですかって言いますけど、ちょっと読んで、代表して読んでさせていただきます。マーメイド様、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。夏がよく似合うマーメイド様へ。2022年8月末に開催されるアニメのサマーライブ2022スパークルのステージに平島夏美様、岡田芽衣様、葉月ひまり様、根岸愛様をご招待いたします。次はリハーサルでお会いしましょう。楽しみにしています。アニメロサマーライブ統括プロデューサー斉藤浩二。まあ、アニ様に出てって話だ。なのでね、誰にも負けられない、はい、ものをさらに作っていきましょうねっていう。すげえ大変だったね、ここまで来るのに。音楽ね、作ってたでしょ、はい、新しい新曲もね、はいはい、リミックスもね、はい、今回ね、全部小芝居もいろいろこうね、はい、小芝居ちょっと本当にもう、帰っていいですか。ありがとうございました。さらっと書いちゃったけど、じゃあ改めて、マーメイド、アニ様に出まーす。やだー、マーメイド。3D 楽曲が続々登場。ライブ編成はあなた次第。可愛い衣装を着せて楽しもう。あなたと紡ぐ新しい物語。スクスタだけの魅力がいっぱい。スクスタ。メイドラゴンが登場。はちゃめちゃドラゴンたちがカードになっても大暴れ。バイスシュバルツ、小林さんちのメイドラゴン、ブッシュロード。小林さん、ついに発売です。飛んで撃って殴って目の前の敵をぶっ飛ばしましょう。トールたちの貴重なカットも見られるんですよ。小林さんちのメイドラゴン、炸裂ドラゴンブレス、好評発売中。マーメイド。ここでマーメイドからママ情報。マーメイドフォースライブサマーキラー2開催決定。先行予約受付中です。ライブで一緒に盛り上がろう。そしてリリカルディリーマーメイド合同ライブニャンニャンシェイクマーメイドバージョンも好評発売中。みんなゲットしてね。最高すぎて言葉が出ないぐらい泣いちゃいました。なっちゃんが大好きでいつも元気をいただいてます。ありがとうございます。ということで、今回のママママーメイドはここまで、うん、ということで、じゃあまた次回
お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あ、できた。すごい。イエーイ。ピル公園前です。イエーイ。始まっちゃうよ。始まっちゃうよ。始まっちゃうよ。ビビちゃん、お片付けた。お片付けた。パン大事。イエーイ。キレイ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 。頑張ります。イエーイ。スクフェスコードギアスコラボ開催中。コラボ衣装を着たアクアが登場。特別ストーリーやコードギアス反逆のルルーシュ主題歌のライブプレイを楽しもう。 UR 高道かもらえる。 D4DJ からカバーアルバム第4弾が発売。いろいろな名曲が勢ぞろいですぞ。今回はみちるも歌っちゃうのだ。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム4、4月27日発売。月節春のカードゲーム祭り開催。 PR カードが4枚に両面ポスター、連載漫画もいっぱい。月刊武士ロード5月号大好評発売中。